下打ちされた。怖いよ、この人。人じゃないけど。やはりここは A 案で行きましょう。それは困る。何としても B 案で行ってもらわないと。今日も他の会社の方々と会議がヒートアップしているみたいですね。いやー、なんだかすごい迫力。だから、そんなことは無理だと以前から。いや、できるはずだ。口で言って分からないならこちらだって考えがありますよ。おーおー、バトル？うわ、まさかの戦い出します。あれ、なんだか雲行きが怪しくなってきてません？大丈夫なんこれ、ほっといても。アビナ、大変なことになる前にミーたちで止めるなに。うん、そうだね。え、なになになに、なんだお前ら、さっきから周りをちょろちょろしやがって。見学よ見学。関係ない部外者は引っ込んでろ。さもないと。なになになに、バトル？マジで？おい、エリート社員たちが現れた。エリート社員たちが現れたじゃねえわ。どうですか？少しは落ち着きましたか？すまない君たち、少しヒートアップしすぎたみたいだ。自分たちの意見を通そうと思うばかり、ちょっと意地になりすぎていたよ。ですが、そのおかげでよくわかりましたよ。皆さんのこの仕事にかける情熱が本物だってことがね。よっぷる社さん、お互いが納得できる一番の解決方法を一緒に探っていきましょう。はい、よろしくお願いします。おお、なんか平和になったね。なんかよくわからんだにが、うまくいったみたいだに。ま、いいんじゃないの、結果オーライってことで。皆さん上手上手。それでは今度はウォッチラボへと向かいましょう。なんか見学とか言いながらさ、いろいろとなんか大変なことを押し付けられよる気が。んと？どこって言った？なんとかラボ。こっちか。おお、すげえ。なんずら？ここなんずら？これはカラクレ仕掛けの部屋か。よくわからん場所だ。え、なんだか楽しそうなところだな。ここでは一体何してんだ？なんかモニターの形面白いね。こちらはウォッチラボ、妖怪ウォッチの研究室です。こちらでは妖怪ウォッチの機能の一つ、妖怪召喚の実験が行われています。つまり、妖怪をここに呼び出す実験ってことずら？ええ、その通りです。今まで妖怪ウォッチで何回も妖怪を呼び出してきたけど、こんな実験を何度も繰り返すことで妖怪ウォッチと生まれていたんですね。うんうん、その通りでウィス。お二人ともいい勉強になりましたね。ユウたち、これからはもっと妖怪ウォッチを大事にするだに。うん、そうするよ。では、このままウォッチラボを見学していただきます。研究員と話すのも OK ですから、ご自由に見学してみてください。話しかけても大丈夫なんかな、研究中に。実験準備完了しました。一戦もスタートできますよ。おお。見事。見たことがないからくりばかりで頭がクラクラするな。大丈夫？妖怪召喚は妖怪ウォッチにとって大事な機能だからミスはできないんだ。まあそれがメインやもんね。妖怪召喚の実験、じっくり見学していってくださいね。はいはい、ありがとう。面白い。ゲコ、一体どういう仕組みで俺たち妖怪を出してんだろうな。ねえ、見てみたいよね。早速、秘密の妖怪召喚実験を見学いたしましょう。お、見せてくれる？それでは、妖怪を呼び出す実験をスタートしてください。はい。OK。召喚実験、ん？召喚実験スタート。出てこい、妖怪たち。いろんなの呼び出すってこと？え、なになになに？エラー発生。大変です。何が召喚されるかわかりません。何が召喚されるかわからんってどういうこと？ていうか、どっから召喚してきよ。なんかゾンビ来た、ゾンビ来た。にゃんと、ゾンビだにゃん。ちょっとちょっとちょっと。はいーん。なにあれ。うわ、おまけに、カイモンまで。マジかよ、おい。皆さんご覧の通り、実験には失敗がつきものです。そんなこと言ってる場合ですか。早くなんとかしないと。ニコニコしおる場合じゃないよ。
お、面白い。へへ、じゃあ俺たちは早速バトらせてもらおうぜ。いざ。お、それぞれゾンビとやらはよく知らんが、カイマたちと戦うのは慣れておるんでな。よし、じゃあ俺っちたちもやるだに、一緒に戦うだに。ゾンビたちが現れた。エンラエンラカイゾンビドロタボーカイ、めんどくさそうなやつだな。へへ、どんなもんや、全部片付けてやったぜ。いざ。我が輩たちに出会ったのが運の月であったな。かっこいい。皆さん上手上手。何？上手上手ってさっきから言うはそればっかだに。危険なことばっかり起きますけど、ここ本当に大丈夫なんですか？んてよ。え、うるせえな。では妖怪ウォッチの量産工場ウォッチファクトリーへ参りましょう。はーい、楽しみ楽しみ。ヨップくん、さっきチって言いましたよね。そしてうるせえなとも言ったよ。怖いよー、てか確実に感情あるよね、ロボットなのに。で、なに、ウォッチファクトリーを見学しよう。また走り回りよる。この先？いよいよ工場に。おー。皆さんお待たせしました。こちらが妖怪ウォッチ工場となります。あんなに大量に出荷されよんや、妖怪ウォッチって。え、じゃあ妖怪ウォッチを持っとる人っていっぱいおるってこと？うっひょー、なんじゃこりゃ。え、それか妖怪ウォッチって妖怪も持つん？次から次へと妖怪ウォッチがたくさん作られていくだに。こんなすごいものを見られるとは感動でウィス。ずらー、もうダメずらー。兄ちゃんどうしたずら？どんどん出てくる妖怪ウォッチを見てたら目回っちまったずらよ。みんなそんなとこに乗っかっとるけど大丈夫？妖怪ウォッチってこんな風に作ってるんだね。ここでは完成した妖怪ウォッチの最終チェックが行われています。というわけで皆さん、これからこの作業をやってみませんか？え、マジで？え、私たちがやっちゃっていいんですか？はい、皆さんは特別ですから、お仕事体験ということで。最終段階やのに、そんな、なんだか楽しそうじゃね。兄ちゃん、俺たちもやってみるぞ。やってみるぞら。ずらー、まだ世界がぐるぐるしちゃってるずらー。大丈夫か、ミスしそうだぞ。あ、まだ目回ってたずらね。ここで失敗したら最悪よ。お、コマジロー、なんずら？楽しいずらね。ずらずらー、楽しそうやん。全然いいやん。妖怪ウォッチの最終チェックをやってみよう。はぁ、まいったくま。ヨッポくんから注意されちゃったくまよ。最終チェック中は右手のうんちくのみをどこかに置いておけって。あれ、うんちくのみってよ。うんちじゃないんや。どんどん作られていくこの妖怪ウォッチたちみたいに、私もネタバレのネタをどんどん仕入れていくりーな。やめてください。はい、チェック OK。はい、チェック OK。はい、チェックアウト。はい、チェック OK。すげえ、ちゃんとわかるんや。どうだい、流れるような作業だろ。これが10年磨いた技ってやつだ。はい、チェックアウト。はい、チェック OK。本当に OK なんか疑いたくなるよね。妖怪ウォッチの最終チェック、チャレンジしてみますか？チャレンジしてみます。チャレンジ、チャレンジ。ベルトコンベアで流れてくる妖怪ウォッチの最終チェック作業です。正しい妖怪ウォッチなら何も押さずにチェックエリアまで通してください。異常のある妖怪ウォッチなら A ボタンでチェックエリアに入る前にブロックです。A ボタンを押しっぱなしにすることで続けてブロックすることもできますよ。上画面の図が正しい妖怪ウォッチです。ちゃんと確認しながらお願いしますね。あなたのチェックにミスがあると容器マークが消えていきます。このマークがなくなると作業失敗です。くれぐれも気をつけてくださいね。難しそう。頑張ります。え、なになになに？あ、今のは良かったんか。あ、そういうことね。え、なになになに？成功したけど。え、ブロックできてた？できてないよね。直前でブロックせんといかんのか。入ったらもうダメなんやね。終わったー。
お疲れ。みんななかなかのスピードだったね。あのスピードで見ていきよんかすげえな。スピーディーダブルも一緒に最終チェックしていたんじゃないの？スピーディー最終チェックならとっくの昔に完了済みさ。いつの間に？早すぎです。僕はスピーディーダブル。スピードでは誰にも負けないのさ。すげえな、さすが。ヨップくんどう？僕のチェック、スピーディーだったろ。それは振りだよね。やっぱり。不合格です。まだまだチェックが足りませんね。ただ早いだけじゃダメよ。こういうのは正確さも大事なんだから。ではもう一度最終チェックをやってみましょう。おお。頑張ります。あっこの中に入る前にシャットダウンせんといかんわけやね。オッケーオッケー、気をつけます。あ、待って待って。あ、そういう感じ、そういう感じ。はい。はい。よし。わかったわかった、やっとわかった。2回目会ってくれてよかったわ。はい。成功。やったね。やっと終わった。ヨップくん、今度はどうかしら。正確かつスピーディーにチェックしたわよ。不合格です。まだまだチェックが足りませんね。ちょっと冗談でしょ？速さと正確さ、それらはもちろん大切ですが、最も大事なものが欠けています。大事なものって？それは製品に対する愛情です。ではもう一度最終チェックをやってみましょう。なるほど、ん？ジバニャン一緒に流れていきよるけど。よし。愛情を持って。どういう風にかよくわからんけど。早いよ、早いよ。大丈夫大丈夫。これはもしかして大丈夫なものしか流れてこないのでは？あ、あった。はいはい。すげえね、妖怪落ち柄の目覚まし時計。あ、なるほど、どんどん個数が増えていきようやね。あ、難しくなってきた。あー、やばいにゃん。なんてことだ、失敗してしまった。失敗失敗。もうちょっとです。最終チェックをやり直してください。舌打ちされた。怖いよこの人。人じゃないけど。じゃあ最後頑張る。妖怪ウォッチの最終チェックチャレンジしてみますか。ほい。チャレンジチャレンジ。よし来い。今度こそ。一回リズムが狂ったらダメやね。リズムゲームと同じと思わんと。はい。ああ、ダメだ。通ってったわ、今。はい。よし。オッケーオッケー。これ。よし。あ。よし。タイミング、タイミング。あ、これはいけるんじゃない？ね、いけそうな予感がする。どうだ？よし。いい感じ、いい感じ。おー、よっしゃー、成功。やりましたね。やりましたよ。どうだ、ヨップくん。戻ってきた。ヨップくん、今度はどうだい？マックススピード&最新の注意。そして愛情を込めてチェックしたよ。どうよ。皆さん、上手、上手。お疲れ様でした。これにてチェック作業は終了となります。やったー。妖怪ウォッチを作るのってこんなん大変だったんだね。では、次にファイティングルームの見学へ行きましょう。ファイティングルーム、何戦うの？フィッティングじゃなくて？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。